MLB は、シーズンが開幕してほぼ2ヶ月が経過した。そろそろ各チームの戦力状況が明確になってくる中で、苦戦を強いられているチームもある。そしてブルージェイズも苦戦を強いられているチームの一つだろう。ブルージェイズが苦戦している原因は、強力だと目されていた打線が極度の不振に陥っている点が多く。そのためシーズン終了後 FA になる菊池雄星投手は、トレード最有力候補として上がっている。菊池雄星は完全にメジャーにアジェストしたね。去年や今年はもちろんそれほど結果が出なかった時も、菊池はすごいボールを投げていたし欲しいチーム自体はたくさんあると思う。去年も一昨年も5月くらいまでは菊池が覚醒した、一気に成長したって騒いでいたような。菊池は今の調子でいけば確定でトレード行くか。いい時の菊池はずっと前からすごかったけど、調子にムラがあるのが課題だったしな。でも菊池ってチームに順応するのに時間かかる印象なんだよね。トレード先で好調でいけるか心配。君ならまだまだやれる、頑張れ菊池投手。行くとしたらメッツあたりになるかな。ちょうど契約期間終了もあるし、そのままトレードされるだろうね。菊池選手もうちょい頑張ってほしかったけど、これは厳しいな。ちょっと前まで調子良かったし、契約も切れるし、トレード候補としては申し分ない。ここでブルージェイズが契約延長するのは考えられないし、トレード確定かな。菊池雄星は順応するのに時間がかかるタイプなのか、NPB でも最初は追い込んでも打ち取るのに四苦八苦していた。トレードは免れないだろうけど、どこにいても頑張ってほしい。MLB ってトレード期限までに優勝争いしてるチームは下位チームから、即戦力を獲得して白旗のチームは数年後を見越して、成長しそうな若手を獲得するから悪い話でもないと思う。理屈上はそうなんだろうけど、菊池投手は時間かけて慣れるイメージあるんで、トレードで状態をさらに崩さないかが、ひと心配。ワンチャン優勝候補チームに入れるかもしれないし、契約も切れるしいいタイミングかもね。トレードは免れないだろうけど、どこにいても頑張ってほしい。